席につけ、授業を始める。うわ、今日欠席の山本先生の代わり中谷ひろと先生か。この先生マジで怖いんだよな。資料を作ってきたからプロジェクターに映す。ちゃんと見ろよ。まばたき厳禁。はい、まず漢字の成り立ちについてだ。いや、なんか写真写ってる。先生、何これ。これが漢字の成り立ちだ。無理がある。そんなわけないでしょ。これ何の写真なんですか。これは先生じゃない。誰だ、こんなもの作ったのは。合成だ。絶対合成じゃない。大地、なんでそれが先生のパソコンにあるんだよ。こんなの誰が見てもいたずらってわかるだろう。全然わかりません。僕にはガチの写真にしか見えません。中谷先生ってこんな趣味あったんだ。マジか。楽しそう。こんな趣味あったら何だって言うんだ。開き直った。認めちゃってる。人の趣味をバカにするな。してないけど。みんなびっくりしてるんです。急に関係ない写真写されたから。そっか、なら安心した。やっぱこれ本物なんだ。認めてるね。いや、この写真は先生ではないんだけどな。まだ否定するのか。もうみんな確信してるのに。このクラスに誰もやったやつがいないってことは犯人は校長だな。間違いない。校長とばっちりだ。ここにいないからってここぞとばかりに濡れ気に着せてる。というわけだからみんな、これは校長の仕業でした。はい、終わり。強制的に終わらせたな。みんなの期待裏切って悪いな。文句なら校長に言ってくれ。いいの？本当に校長にいますよ。嘘だったらバレますよ。やっぱ校長の仕業じゃないかも。正解のスピード速。考えてから発言しましょう。実は先生、双子の兄弟がいるんだ。初めて聞きましたが、都合のいい設定で乗り切ろうとしてる。この写真は多分兄さんだ。めちゃめちゃ似てますね。僕は先生に見えました。本当だからな。でも双子がいるかは他の先生には絶対聞くなよ。嘘がバレるからだ。言い訳が苦しすぎる。そういうわけだから、はい、この話はもう終わり。じゃあ次のスライド行くぞ。次こそ漢字の成り立ちについてだ。いや、別バージョン来た。チャンネル登録よろしく。校長め、なんで学校に持ち込むパソコンに入れちゃうの。ヒロトって名前も書いてあるし、もうさすがに言い訳できませんよ。違うんだ。これは多分パソコンを乗っ取られたんだ。言い訳が限界迎えてる。先生、別にいいじゃないですか。誰も何も言ってないですから。その格好似合ってますよ。本当に。いや、嬉しそう。そこはスノーマンだ。先生かわいい。マジ？じゃあ明日これで学校来ようかな。それはさすがにまずくない。仮にも職場よ。仮にも学校よ。怖いって思ってた先生の印象変わりました。これからはもう怒られても怖くありません。それはまずいね。先生としての威厳が。じゃあ次からはこれ着てお説教しようかな。めっちゃノリノリだった。怖いと思われなくていいんだ。みんなもっと写真見たい。とうとう自分から提案しだしたよ。てかまだ写真あるの。見たい。スマホの壁紙に。壁紙はまずいだろう。他の人が見たらびっくりするわ。あら、今日は授業やめて写真披露会にしようかな。そこまで興味はない。そんなに見たいわけではない。でもこんなみんなから好評なら最初からごまかさなくてよかったじゃないですか。これからは自信持って写真見せられますね。そうだな、趣味に自信を持つのは大事だよな。まあこの写真は先生じゃないんだけどな。まだ言ってる。じゃあそろそろ授業やりましょう。うむ、では3度目の正直、次こそ漢字の成り立ちについて説明します。いや、本当に双子だったんかい。ダンスは急に踊れない。